いや、この入りめちゃくちゃいいんだよね、リマの。めっちゃボーカル上達したよね。彩香も上手くなったよね。あ、バンちゃん？バンちゃんじゃん。いや、めちゃくちゃちゃんと指示出してるんだね、バンちゃん。キー高いよね。うわぁ、すごい。Welcome back to my channel, guys. ということで今日は NiziU Paradise のレコーディングメイキングムービーパート1の分析リアクションしていきたいと思います。Stray Kids と NiziU の、やりとりにもぜひ注目をしてみてください。ということで、再生。入りは？あ、おはようございます。おはようございます。NiziU です。おはようございます。という感じですね。パート1。あ、韓国語の字幕出て、ちっちゃい頃からドラえもんだったので、いや、そうだよね。映画の主題歌ができる。いや、マジでドラえもんの主題歌ってすごいよね、二重ちゃんたち。夢みたいで、死んでないやと。リクさんの関西弁かわいいわ。マジで、あ、ブリーチハイライトが超似合う、リク。いや、めっちゃ思い出になるよね、アーティスト人生的に。最近、ここ最近で一番緊張したかもしれないんですけど、マヤさんのこの女優オーラ。手が震える。リマ、リママジでテンション高いよね。超陽キャラ。めっちゃオフ感あるね、この JYP のスタジオ。アニョンセヨー。あー、バン、あー、バンちゃん、バンちゃんじゃん。バンちゃん、ストレイキッズ先輩。バンちゃんのこのレコーディング室の感じね。かっこよ。プラダの帽子かぶってるし。いまさか自分たちの曲を作るなんて。いや、そうだよね。ストレイキッズがさ、プロデュース作曲してくれるってめちゃくちゃすごいことだし、ありがたいよね。センスもいいしね、3人。いやー、バンちゃん、チャンビンとハンはどこにいるんだ？これから出てくる？曲を聴いた瞬間に結構うるって。いや、うるって、ああ、そうだよね。めちゃくちゃさ、いい曲だよね。本当にドラえもんの映画にぴったり、もうがっつりハマってる感じがする。すごくいい。さすがだね、ストレイキッズ。クシーラーちゃん。もう聞いた後に、歌詞の中ではなんか何このカットの仕方、まやちゃん。なんで聞いた時に、聞いた後に歌詞の中ではなんかうまくいかなくてもいいみたいなことが書いてある。ブルーなんだね。そのままの君が今の髪、今だよっていう歌詞だったりとか、なんかすごく今の自分にすごく当てはまるような歌詞だったんですよ、最初聞いた時に。この曲が自分たちの曲で、うん、しかも私たちのために書いてくださったっていうのを知って、もう感動、ね、みんな喋り方上品ですよね、うん、でしたし、すごい嬉しかった。すごい上品。あー、英語でね喋ってんの最高じゃない。リマとさ、バンちゃん、ねこの、 あのオーストラリア英語出ましたよ。彼オーストラリアで育ったからさ。いや、この入りめちゃくちゃいいんだよね、リマの。めっちゃいいんだよ。私がこの曲の一番最初の部分をいただいたんですけど、やっぱ曲の一番最初って結構感情がないとあまり伝わってこないんですよ。そうだよね、一番大事だよね。感情をちゃんと伝えられるようにすごいたくさん練習したので、レコーディングでそれが出せてたらいいなって。めっちゃ出てた、出てきた、完成された。入り結構リマちゃん多いけど、本当に最初からバシッと決めてくれるから、ファンとしては安心して聞こえられる、聞こえる。日本語の指示までできるの？バンちゃん、すごくない？オッケー、ヘブケヨー。
いや、うまいんだよ。いや、めっちゃうまいんだよ。どまちょうめん、どまえこれ。Like, I thought it might be too soft. Oh, 英語来ましたね、リマ先輩。I thought it was too soft.、Oh. Maybe? 私が一回、こう、裏声になる部分があるんですけど、そこがすごく難しくて、ちょっと苦戦してた時に、あ、でも大丈夫大丈夫、うまいようまいよってずっと言ってくれて。優しいんだよね。褒められるともっと自信がつくので、めっちゃお兄さんって感じだよね、バンちゃん。大丈夫だよ、うまいようまいよって言ってくださって、すごい良かったなと思います。うん。お疲れ、チャレッソチャレッソ、めっちゃ優しい。 JYP ってほんといい人ばっかだよね。髪に入ってきたから入った。 OK、 行ってらっしゃい。マヤさん、もうレコーディングの直前、歌をもらった時からレコーディングの直前まで全部練習してて、お風呂の中とか寝る前とかにも聞いて、あとはやっぱりなんかすごい意味がすごく大切な曲だなって思ってて、それをいかに皆さんにちゃんと伝えられるかっていうので、いや、すごい練習、二次プロの時からすごいちゃんとしっかり作り込むよね、感情とかさ。来た。もう一回やってみよう。レコーディング中もずっとイメージトレーニングをして、自分が聴いてくださる皆さんにそばで伝えてる風に、ああ、そういうことか。いやー、ほんと、白鳥って感じ。いや、めちゃくちゃちゃんと指示出してるんだね、バンちゃん。日本語なのに。日本語上手いしね。パーフェクト。終わった？パーフェクト。お疲れ。お、チャレッソ。なんで上手い？なんで上手いの？ありがとう。バイバイ。またね。いや、当日に全員やるんだね、急にね。ハイチー、リオちゃん、リオちゃんさ、髪型いいね、この長さ。ずっとこんな感じだよ、茶色、茶髪が似合う。素敵。え、これは素敵。いや、メンバー間のさ、愛がすごいんだよね。本当みんな仲いいからね。正直めちゃくちゃ緊張してて、レコーディング室に入る前も何回もマヤとハグして、上がってくる前もメンバーとハグして。大丈夫大丈夫大丈夫って聞かせながらここまでやってきたんですけど、本当にその緊張が吹き飛ぶくらいたくさん褒めてくださって、目と目を合わせ、めっちゃボーカル上達したよね、リオ。ボーカル未経験だったのにさ、めちゃくちゃ今上手になってきた。終わった。もうどうもチャレッソ。ちんちゃん行こう。行ってこうって。優しいバンちゃん。ストレイキッズってセルフプロデュースしてるから本当にすごいよね。プロデューサーも作曲家もいらないっていう、あのグループ。出た、彩香パイセン。美しいね。でも一人だけさ、ちょっとなんか、えみたいな。オーラみたいな。JYP めっちゃの最初のあれがね、ミスエの土さんに似てますって言われたからね。あやかも上手くなったよね。ね、すごい上手くなった、上手くなった。そうですね、
その歌詞に基づいて、そのありのままの自分を大切にするという歌詞なんですけど、その気持ちで自分らしく歌うことを考えました。今回はめちゃくちゃ感情移入とか大事だよね。ちょっと小さいからバラードだからね、ポップ系の曲とは違うから、感情をいかに込めるかだよね。私がやりやすい、あやかちゃんめっちゃ韓国語上手なんだよね、確かしたので、すごくありがたかったし、終わってよかったなっていう気持ちで今はいっぱいです。バイバイ、にゃげすよー、にゃげすよー。じゃあ緊張するんですけど頑張りたいと思います。最近やってます、ブリーチガール、空手ガール、リクさん、マジでボーカル上手いからね、リク。いやー、うまいね。いやー、ばんちゃんすごいよ。葉っぱがこうして落ちるように、JYP 会長になったらバンちゃん社長なんじゃないのっていうくらいすごくない？あのジャニーズのタッキー的な感じでって思いません？かわいい。例えを出してくれるのはね、アドバイスがすごい優しいよね、で分かりやすかったので、うん、ああ、もうめっちゃ高い高いパートやん、めっちゃ高いパートやん。おっ、これキャメ出るんで、おっ、怖っここめっちゃキー高いよね。うわー、すごい、めっちゃ出るんだよね、リク。ここめっちゃ好きで、宝物にはそこにあるよ、気がついて。めっちゃドラえもんっぽい歌詞だよね、ここ。なんかリクが練習してる時とかもそう。歌詞書いた人マジ天才。めっちゃ映画にドハマりしてない？もう本当に、なんか隣で聞いててすごい、いつもそこでゾワッて鳥肌立って。いや、立った、今立ったよ。宝物は君なんだよ、気がついて。リクくん、リクくんとか言って、リクちゃんの力強いさ、歌声マジで好き。ニナとの、ニナの高音とはまた違った力強さだからね。すごい伝わるパートだなと思ったので、そこが私はすごい好きで、うん、で歌いやすいっていうか、その感情を込めやすかったので、うん、そこを聞いて皆さんにこう、あって来てくれたら嬉しいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めっちゃうまいよ。めっちゃ関西弁。なんかサナとさ、モモにさ関西弁をさ、あの植え込まれてんだよね。確かバンちゃん、違うっけ？小さい頃からずっと見てたので、なんか映画にすごくぴったりだなと思って。いや本当にぴったり。全部大好きです本当に。またやりたいです。歌詞がいい、すごい。すごく楽しい。曲もいいし、作曲も。大切なものとか日常的なものとか、やっぱりそれの大切さ、やっぱりすごいわ。てかスタジオすごいいいスタジオだね、 JYP 絶対人もいいしね、 JYP ね、完璧な自分を目指したい気持ちもわかるんですけど、そのままでも素敵なんだよっていうことを知ってほしい。すごい素敵なメッセージがね、思い出してほしい。失敗した時に聴いたら、あ、大丈夫だ、大丈夫、大丈夫って思えるような楽曲になっているので、ぜひなんか落ち込んだ時とか、ちょっと自分に自信をなんかつけたいなって思った時に、ぜひ聴いてくださったらいいなと思います。今の自分たちにも当てはまる曲だし、なんか今の時代に生きてる、すごいメッセージ性がね、当てはまる曲なんじゃないかな。メッセージ性が強いですよね。この自分にしかないものって絶対みんなにあるので、なんかそれを本当に大切にして、それはそのあなた自分だけの宝物で、それを届けたいっていう気持ちがあるので、偉いです。
気持ちの込め方が素敵でございます。めちゃくちゃメイキングでこんなにちゃんと作って YouTube に上げてくれる NiziU 素晴らしいですね。もうありがとうございます。ということで、こういうリアクションいいなと思ったらぜひいいねボタンとチャンネル登録ぜひお願いいたします。ということで、ちょっとゆったりとしたチルい感じの一緒に見よう系のリアクションになってしまいましたけども、ありがとうございます。 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy and see you guys in the next video. Bye.